どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA 対象者限定キャンペーンプラスアルファということで解説で、ね、やっていきたいというふうに思います。ちょこちょこですね、 ANA は対象者限定のねキャンペーンを行っているんですけども、私の方にはですね全然来なかったわけなんですけども、先日ですねやっと来ましたということで、今回の対象者限定のキャンペーンはですね、旅行や出張で1000スカイコインプレゼントキャンペーンということで、期間中にですね国内線2回登場すると1000スカイコインがねもらえるキャンペーンっていう風になっております。でですね、キャンペーンの詳細ですね、こちら期間が2021年3月の26日から2021年6月30日搭乗分までという風になっておりまして、こちらねエントリー必須のキャンペーンという風になっております。でですね、こちら事後エントリーもね OK という風になっておりますので、キャンペーン来てる方はですね確実にエントリーねしていただきたいなという風に思います。でですね、対象路線は ANA 国内線全路線という風になっておりまして、提携航空会社の運航するコートシェア便に関しては ANA NH 便名で予約搭乗した場合のみね対象という風になっております。でですね、対象運賃はマイル積算可能な国内線全運賃というふうになっておりまして、こちら対象者はですね ANA のウェブサイトにログインをですね、マイメニューにこちらのキャンペーンがね表示されている方のみっていうふうになっております。でですね、このキャンペーンのスカイコインの付与時期は2021年の7月8日っていうふうになっております。まあね、こちらのキャンペーンは6月30日までね行われるキャンペーンというふうになっておりますので、付与されるのはですねかなり先っていうふうになっております。でですね、今回のこのキャンペーンはですね、期間中に2回登場するだけで1000スカイコインがねもらえるっていう風になっておりますので、かなりねお得なのではないのかなっていう風に思っております。またですね、ちょっと前からなんですけども、国内線3回登場で1500マイルがもらえるっていうね対象者限定のキャンペーンもねあるそうなんですよね。こちらね、私は対象者ではなくてですね、詳細ね見れてなかったわけなんですけども、先日ねツイッターの方でね教えていただきました。こちらの期間はですね、2021年の3月19日から2021年の6月30日搭乗分までという風になっておりまして、他のね詳細はですね先ほどの ANA のスカイコインのキャンペーンとね同じっていう風になるわけなんですけども、国内線3回登場するとスカイコインではなくてですね1500マイルということでマイルがもらえるキャンペーンなんですよね。かなりいいですよね。私もねこっちが良かったなっていう風に思ってるわけなんですけども、まあこういうね対象者限定のキャンペーンもね来ておりますので、ぜひねご自身のアカウントねチェックしていただきたいなっていう風に思っております。またね、どちらのキャンペーンもですね、対象がマイル積算運賃であれば対象っていった形になりますので、今後ですね楽天トラベルとかヤフートラベルとかですね外部サイトで予約して ANA の飛行機ね乗った際でもこちらねカウント入るっていう風になりますんで、キャンペーン来ている方はですね確実にねエントリーしといていただきたいなっていう風に思っております。まあね、私みたいにプレーンポイント2倍キャンペーンを受けてですね ANA の使用ね考えている方であればですね達成するのね余裕だと思いますので、エントリーだけはねしといていただきたいなっていう風に思います。それでは次にエントリー方法なんですけども、ANA のね、マイレージアプリでね、解説ね、していきたいなというふうに思います。ちょっとね、ここら辺にね、出しておきますね。ANA のマイレージアプリを開いてですね、マイレージのね、画面に行っていただきたいなというふうに思います。そうするとですね、右上の方にマイキャンペーンっていうのがね、出てくると思いますので、こちらね、クリックしていただきます。そうするとですね、ANA のね、ウェブサイトの方に飛ぶっていうふうになりますんで、ここにね、キャンペーンがあればですね、対象者っていうふうになりますんで、まあ、こんな感じでですねエントリーねしていただければなというふうに思っております。それでは次にですね、 ANA ストア春の大感謝祭2021100万マイル山分けキャンペーンということで、こちらね100万マイル山分けでねマイルがもらえるキャンペーンが来てるんですよね。正直ねこういうキャンペーンっていうのはまあもらえたとしてもね大したマイルもらえないというふうに思いますので、あんまりね参加おすすめしてないんですけども、このキャンペーンですね全員対象のねキャンペーンっていうふうになってるんですけども、こちら山分けキャンペーンと一緒にですねエントリーするだけで10マイルもらえるっていう風になりますんで、こちらね山分けキャンペーン自体は対象のサービスね2つ以上利用しないとこの山分けキャンペーンっていうのは対象にはならないわけなんですけども、まあねログインするだけで10マイルもらえるっていう風になりますんで、もしねこの動画見られている方はですね公式サイトね概要欄に載せておきますので、エントリーだけねぜひしといていただきたいなっていう風に思っております。まあねもらえるものはねもらっといた方がいいかなっていう風に思いますので、ぜひねエントリーだけしといていただきたいなっていう風に思います。
それでは次にですね、2021年春初めて利用キャンペーンということで、 ANA マイレージモールをですね、初めて利用される方500マイル、さらにですね、プレミアムメンバーの方はさらに500マイルがね、もらえるキャンペーンが来ておりますので、こちらの解説もね、簡単にしていきたいなというふうに思います。こちら期間がですね、2021年の3月の25日から2021年5月の19日までっていう風になっておりまして、エントリー必須という風になっております。でですね、500マイルもらえる条件なんですけども、 ANA マイレージモールを初めて利用される方、またですね、合計1万1000円税込み送料別以上ね、利用された方でですね、特典が500マイルっていう風になっております。でですね、 ANA プレミアムメンバーの方、ブロンズ、プラチナ、ダイヤモンド、スーパーフライヤーズカードの方はですね、さらにね、500マイルがもらえるっていう風になっておりますので、合計1000マイルがね、獲得することができます。でですね、キャンペーン前の積算時期はですね、2021年の10月末頃っていう風になっておりまして、通常分のマイルは利用後ね、2ヶ月から半年後にね、付与されるわけなんですけども、キャンペーンマイルはですね、別に付与されるっていう風になっておりますので、こちらはね、覚えておいていただきたいなっていう風に思っております。でですね、 ANA マイレージモールって何ですかっていう方もね、いらっしゃるかと思うんですけども、こちらはですね、ポイントサイトの ANA 版だとね、思っていただけると分かりやすいかなっていう風に思うわけなんですけども、 ANA マイレージモールを経由してですね、楽天とかヤフーショッピングとかインターネットショッピングがありますよね。まあそういうものを経由してね、利用していただくと ANA マイルがね、たまるサービスっていう風になっております。でですね、対象サービスに関してはかなりね、多いので、インターネットショッピングね、する際はですね、今回このキャンペーンね、狙いそうな方はですね、ぜひね、 ANA マイレージモールに利用先のね、ショップがないかですね、チェックしてみていただきたいなという風に思っております。このキャンペーンはですね、 ANA マイレージモールをね、初めて利用する方限定っていう風になっているわけなんですけども、まあ、経由してね、1万1000以上利用すればですね、500マイル、もしくはですね、プレミアムメンバーの方であれば1000マイルね、もらえるっていう風になっておりますんで、いつもね、楽天とかヤフーショッピングとか、まあ、ネットショップいろいろあると思うんですけども、どっかね、経由してるのを ANA マイレージモールにね、切り替えていただいて、1万1000以上ね、利用していただければ、500マイルから1000マイルね、獲得することができるっていった形になりますんで、こちらのキャンペーンはですね、かなりいいのではないのかなというふうに思っております。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が気に入った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。